今日この花を持ちながらワシントンの街を歩いてますけど、なぜワシントンの街を歩いてるか。私が知事になったらこの街との交渉が始まるんです。この街の交渉に勝たなければ沖縄は良くならない。 99% 権力との戦いだから。だからこのクソガキの挑戦状通りに県知事になっても戦えるかどうか。戦うっていうのは喧嘩することじゃない。協議をして相手を理解させる、それが大事なことなんですね。政治は変える力がある。人のために、社会のために、そういう意味では政治の変える力を存分に発揮したい。その役割を担いたい。だから政治家でいたい。万人のために変える力を持っているのは政治家です。頑張りますよ。明るく選挙、明るい沖縄作るにはオレンジのスーツですよ。サンキュー。来、プレゼント。アメリカ人は明るいね。アメリカはなんか多様性がある街って感じするよね。それが魅力ですね。なんか包み込むような、誰でもいらっしゃいみたいな、そういう感じしない？何か奇想天外なものを実現したりっていう、そこがアメリカっぽいよね。アメリカは沖縄にとって何だったのかということを考えさせられる国だよね。27年間アメリカが沖縄を統治して、それで今でも米軍基地を置いてて、沖縄とアメリカは近いんですよ。だけど沖縄とアメリカは遠いんですよね。そこを本気で近くするためにはどうするかということが今問われている。そのためにはアメリカが変わらなければいけない。私たちは変わらない、アメリカが変わらなければいけない。そのアメリカを変えていく、それが私の役割。いや、もちろん本当の一歩ですね。僕にとっては何十回とワシントン訪問してるけど、心に帰するものがあっての今回のワシントンですから、本当の一歩、そんな感じしますね。やっぱり近くなるには基地問題を解決することだね。それが沖縄県民誰から見ても、あ、これぐらいはいいよねと、これぐらいは安全保障上の役割だねというような姿を作らなければいけないね。なんで沖縄だけって思うようなことは近くはならない。これがポイントだと思う。そうなれば負担も事件も事故も全てが軽減される。そうなった時に近くなるよね。